さあ、では続きましてご挨拶いただきたいと思いますが前田香織さんです。はーい、みなさんアローハーあーありがとうございます。す。お花可愛いい、役の前田香織ですはい、ということでついに初日を迎えさせていただきましてこれも無事迎えることができたのは本当に愛を込めて作り上げてくださったスタッフさんそして応援してくださっている皆さんがいるからこそだなというふうに思っています。で、あのー、私 あの舞台挨拶あのー、都度つどこうやって立たせていただいてるんですけどずっとあネタバレ禁止だって思いながら <laughs> でもすごく自分の愛とかもた,たくさんフラダンスへの愛とかもすごく、あのー、込めたくてでもこれでようやく見てくださってる方がねもっともっと増えていくと思うのでみんなでもうネタバレを気にせずにもう自分の気持ちをいっぱいこう好きだって気持ちを伝えられるんだなっていうことがすごく嬉しいなっていうふうに思っています。ただ ね、ツイッターとかでは、あの、ネタバレは、ちょっと、私自身、ちょっと、気をつけていきたいなって思いつつ。はい、これから、もっと、もっと、フラダンスの輪を広げていけたらなっていうふうに思っています。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あ、もう、完全に、私事的な話なんですけど。最近、あの、友達と、あの、コストコ通い行くの、めちゃめちゃ、流行ってて。<laughs> あの、コストコに、この間、初めて行ったんですけど。あの、なんか。 英語表記のもの結構多いんですよね。でなんかあのボディーソープみたいなのがあったのであこれなんかよく海外ドラマで見るなんか髪の毛とかも洗えるやつかもと思って使ってみたんですけどあの結果ボディーソープだったみたいであの洗い流したら髪の毛が尋常じゃないほどキシキシになって <laughs> 今ちょっとまだまだちょっとまだ復活はしてないキューティクルまあ4割ぐらい復活したかなぐらいなんですけどようやく今ちょっと戻ってきたぐらいの <laughs> 感じですね。でも なんだろうご飯とかもあのー、すごくいろんなものがあるのでなんかいろんな店舗とか回ってみたいなとかって今思ってますはい結構大人がいらっしゃいませんか、うん、あそうです、ね、なんか冷凍とかできるのでもう、まあ、それをなんか小分けにして食べたりとかやってますねすごいかったりそのカニとかうんそうなんですえ行かれたことありますかあ結構ある前めっちゃ前めっちゃ前に,前に なんで囁くんですか？<laughs> <laughs> 遠くからマイク拾ってるのに <laughs> 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 あるある？